さん、アマモという海草を知っていますか？アマモには地球上で排出され海水に溶け込んだ二酸化炭素を光合成によって取り込み酸素を作る働きがあり、地球温暖化を防ぐ役割に注目が集まっています。またアマモがたくさん生えている場所をアマモ場と呼び、多くの生物の生活を支え産卵や稚魚の生育の場になっています。昔は日本の沿岸にも多く見られたアマモ場ですが、高度成長期の沿岸の開発などによって現在は大幅に減少しています。 NPO 法人今治シビックプライドセンターでは、子どもたちと一緒に豊かな海を作っていくきっかけとして、今治アマモプロジェクトと題したアマモ場再生の活動に取り組んでいます。去年12月15日、今治市大島のアマモ場を潜水して調査しました。春には多くのアマモが見られたこの場所ですが、今回その姿は発見できませんでした。夏に水温が高い状態が続いたことで、本来多年生植物であるアマモが一年生植物に変わり、夏の終わりに枯れてしまったとみられ、今後環境の特性に応じた育成方法を考える必要があると分かりました。12月16日には春に採取したアマモの種の植え替えを行いました。アマモの種が水中で流されないように針金などでマットに固定し、海水が引き込まれている今治城のお堀に設置しました。今後アマモの生育状況の観察を続け、アマモ場の形成を目指します。3月3日にはこれからの海と人との関係と題したシンポジウムが行われました。海草などが海水に溶け込んだ二酸化炭素を取り込む働き、ブルーカーボンについての講演が行われ、参加者は興味深く聞き入っていました。アマモはですね、海の中の草原というふうに例えられますけども、海の中にも森があって植物があって、それが今減っていて、もしかしたら我々の環境、また我々の生活にもですね、影響が及んでくるかもしれないと、まずは興味を持っていただければなというふうに思います。アマモを育むことは豊かな海を育むこと。アマモの役割を知り、自分に何ができるのか考えていきたいですね。海と日本。